我が国唯一の飛行師団として名高い北海道東千歳駐屯地の第7師団。時代が平成から令和へと移り変わった今年5月、新たな時代の幕開けを祝うかのように第7師団東千歳駐屯地の総隊記念行事が行われました。この作品はその準備の様子や予行訓練から本番の行事までの映像記録です。総隊記念行事が行われる6日前の月曜日から師団総力を挙げた準備が始まりました。折からの風雨の中、総隊記念行事で披露されるさまざまなイベントごとに訓練が段階的に積み上げられていきます。